ミミマル。あつ森をどれだけやってると思ってんだ。年に1回しかできないからといってもう間違えたりしないよ。じゃあ頑張ってくれよ。行くよパパマユ。待っててね見知らぬ猫。メイデイツアー、メイデイツアー、ジャニアルフェブラリマーチエプリルメイ、メイデイツアージュンジュライオーガストセプテンバーオクトーバーノベンバーディセンバーメイデイツアー。メイデイツアーはさ、失敗して斧が折れちゃったりしたらさ、ロドリーさんに言ったらもう一回最初からやらせてくれたりするんだけど、俺じゃヒリヒリ感に欠けるでしょ。年に1回しか会えないからな。見知らぬ猫の後頭部だけじゃなくてお顔が見たいな。父ちゃん、うん、ドキドキする。まずはスコップを取って、ここからはちょっと慎重にね。ほんでどう見てもこっちのリンゴを取るでしょ。このスコップ折れたりするかな。全く覚えてないミニマル。そしてリンゴを食べてこの木を抜いていいよね。いきなりこっからもうミスってちょんちょんってなったりしないよね。うん、大丈夫大丈夫。じゃあ食べて気を抜いて、ほい。あ、リンゴが欲しいけど木は今は抜いたり折ったりできないから、とりあえず安全に何か拾えるものは拾っとこう。うー、一回しかできないと思ったら怖い。これほんとよく考えられてるよね。あ、木材取って、あ、見知らぬ猫会いに来たよ。ちょっとだけ待っててね。その後ろ向き縛りから解放してあげるからね。ミミマルを信じて待っててね。もうこの道何回通ってもどっから行ったらどこの道に出るのか覚えられないんだよね。とりあえず木の枝とかいっぱい拾っとこう、 DIY するためにね。木材と木とあと石も拾ってよ。もう一回ちょっと確認してこよう。はい、ちょ、あ、で、あそこにリンゴと DIY カードがある。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あのリンゴ欲しいな。先にこっちを取っても大丈夫だよね。大丈夫でしょう。このデッキを切ります。よいしょよいしょ。あー、斧が折れた。怖い。斧一回しか使えませんとか書いといてほしいよね。怖い。ちょっとスコップ使うのも怖いから、木を切り株は抜かずに渡ります。リンゴを取って、そして DIY レシピを取りに行くよ。リンゴ食べて、おいしい。よいしょ、壊れなくてよかった。そしてリンゴと DIY レシピを取って、この木の横は通れない、通れないな。じゃあリンゴ食べて木抜くよ。怖いよ。でもミミマルにしては意外と頑張ってるよね。スタート開始10秒とかでミスるかと思ってた。みんなもそう思ってたんじゃないでしょうね。ちょっともう一回材料集めてこよう。そして木とリンゴを取って、まずはしょぼい斧を作ります。合ってるよね。よいしょよいしょよいしょ。ほんで斧を作るためには鉄鉱石が1個足りないから、あれを取りに行くよ。何回通っても道がわからん。一生覚えられん。あ、やっとこれた。そして岩を割って、いいよね。そして鉄鉱石取ります。そしてまた道を戻って、もう斧を作ります。よいしょよいしょよいしょ。そしてあそこの3本の木のとこに行きたいけど道がわからない。記憶力ゼロ。大丈夫大丈夫。ちょっと切り株をスコップで抜いたりしてスコップが壊れたりすると怖
ないから木を切り株は抜かずに渡ります。リンゴを取った。いけそう。耳丸にしてやすがい。あと3本分斧壊れませんように。いけるよ。よいしょよいしょ。オッケー。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。切り株を抜くのはまだ怖い耳丸。とっても力になるわよね。